おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今回ね、何をやっていくかといったお話なんですが、今回火曜日ということで、この週間終わりでいろいろやりたいことあるんですけど、ちょうどいいタイミングでねインターナショナルカップ来ましたので、今回は無課金の方もこれ必見です。必見でゴールキーパーですね、一体どうしたらいいのかっていうことをお話しさせていただきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。まずは正直、どこでもいいんで、じゃあイタリアかな。とりあえずイタリア受けて、これ戻れるんでね、全然こっから先で、デギャン監督適当に選んで、さあまずこちらなんですが、こちらでね見せたい選手が2人います。まず1人目がジャンルイジ・ブッフォン、そしてもう1人がドフですね。この2人ね、どの2人かって言ったら、まずブッフォンですね、現状最高のゴールキーパーです。ウーゴ・ロリスがいましたね。ロリスの次に総合値が高く、個人的にはステータス的にはロリスよりもブッフォンの方がね特徴面で優秀かなと思っています。で一方ドフはですね、スカウトさんの星5になっておりまして、ゴールキーパー、星5のゴールキーパーではあるんですが、総合値的にはね星4とそんな大差がないかなと。最近の星4は総合値高いんでね、そんな感じの選手になっております。はい、ただねドフ難攻不落とハイボールっていうね、無駄がないスキル構成、特徴構成ですよね。でやっぱりそのゴールキーパー誰を選ぶかっていう中で、ガチャさんがいるのでしたら、もちろんガチャさんを育てるのがね一番です、総合値的にもね。ただそれをじゃあ貫突できるかどうかって話なんですよね。例えばブッフォンなんて対空要塞、ハイボール処理能力の大アップ、そして PK ストッパー、 PK 時にゴールキーパー能力アップ、そして難攻不落と、もう無敵ですよね。でこの能力アップ見てください、セービング、ハイボール飛び出し、ハイボールということで、で、鉄壁要塞、セービング、ハイボール、もう無敵、もう最高。私がブッフォン好きだからちょっと調子こいて話してるだけなんですが、この能力値見た中でですね、パスの能力値微妙なので、あんまいいパスが出せるわけではないんですが、それでもかなりね、セーブ、ゴールキーパーとしての役割、あとはメンタル面においては、いいんですよね。とってもいいキーパーだと思っております、個人的にね。もうこの能力アップ全部がキーパーっていうのがやっぱいいですよね。同じキーパーでも、例えばドフなんか見たら分かるんですが、能力アップね結構パワーとかが多いんですよね。で、この中で見るとディフェンスもいいですけど、パワーもいいみたいなね。それだったら私はゴールキーパーは、ゴールスキルに振ってほしいんですが、ちょっとね、私自身もいろいろ見る中でですね、これすごいなって思ったところがあるので、今回はちょっとそれの話をさせていただくんですが、ロシアのゴールキーパーがヤロンなんですよね。ロシアで、結構ねヤロン使ってる無課金の方多いんじゃないかなと思います。貫突で7488、いろいろ乗せて8000近くまで伸びる。で、ハイボールも持っていて難攻不落と。ロシアの栄光正直使えるところあまり少ないんですが、それでもやっぱハイボール、難攻不落両方あるだけでね、十分じゃないかなと思います。で、能力の面でもセーブ。で、精神力、パワー、ハイボール、パワーと。パワーは何に使うかが正直わからないんですが、競り合いとかで強くなるのかなっていったような感じです。でこれ見たらわかるんですけど、ヤロンって総合値的には7500あるんですけど、このセービング、ハイボール、飛び出しのとこがブッフォンとレベルが違いすぎるんですよね。ブッフォンはハイボールと飛び出しもすごい高い数値にある中、ヤロンはそうではないと。その代わりにパワーがすごい高くて、メンタルもちょっとプラスされてるっていったような感じなんですけど、もちろんね、ブッフォンとヤロンを比べることはできないんですが、それでもちょっとね、もったいないっちゃもったいないかなと個人的には思います。ただそれでも無課金がね手に入れられる貫突のゴールキーパーって本当にレアですので、なかなかいないんですよね、貫突のゴールキーパー無課金でね。ゴールキーパーやるんだったら前線育てたいとかねっていう中で、ただインターナショナルカップで今まで手に入るゴールキーパーがヤロンだったと。ただですね、今回もう一人だけいるんですよ、チラバート。こちらです、パラグアイのチラバート。ポゼッションのゴールキーパーで、ヤロンが総合値ね、見ましたか、さっき7400とかだったんですよね、ヤロンって。悪くはないんですよ。はい、
こんな感じ、7488ですね。まあ7500に届かないと。ただチラバート見ていただきたいんですが、チラバートなんと8000近く総合値があります。ででんと。まあ、ただ正直なところですね、総合値があれば強いのかって言われたらそうでもないわけですよね。はい、ゴールキーパーの能力値どうなのっていうところで、ゴールキーパーディフェンスの場所見ていただくんですが、まあそれでもヤロンよりは全部高いです。はい、え、チラバートで良くないって思いますよね。はい、思ったそこのあなた、見てください、チラバート。こちらなんとプレースキック A、 プレースキック B があります。1400、そして1000の上昇、2400の K の上昇、さらにまあセービング A、 セービング B、 飛び出し B、 飛び出し C にハイボール B と。で、もともとの能力値も高い。セービングが、3400、ハイボールが2000、飛び出しが2500で、なんと驚異のプレースキック3500。ヤロンと比べ物にならないですよね、全体的なステータスで見たときに。ヤロンが決して悪いって言ってるわけじゃないんですけど、ヤロンセービング3500、ハイボール1500、飛び出し1500、チラバート両方2000超えますからね。いや、めちゃくちゃ強くないですか。しかもチラバート、ゴールキーパーとしても、無課金が手に入れられるゴールキーパーのステータスから見てもかなり高いんですよ。かなり高い、めちゃくちゃ強いんですよ、8000あって。で、まあ能力もすごい良くて、ゴールキーパーじゃないところがあんまり伸びずに、ちゃんとディフェンスのところががっつり高いっていうね。いや、めちゃくちゃいいんですよね。ハイボール飛び出し、ヤロン1500ですからね。チラバート2000と2500ですから全然違いますよね。で、セービングはヤロンと同じと。で、さらにプレースキック3500。これどういうことかって言ったら、できればですね、まあ極端な話、プレースキック蹴らせるのはサイドバックがいいかなと個人的には思ってるんですよね。というのも、フォワードとかトップ下とか、つけたいスキルがたくさんあるんですよ。シュートだったりドリブルだったりロングパスだったりヘディングだったり、ね、頭ショートパスだったりトラップだったりマークだったりタックルだったりっていう中で、まあ、どこがじゃあフリーキックスキルつけれるのって言ったら、まあ、ギリギリサイドバックかなみたいなね。タックル1個つけてロングパス1個つけてドリブル1個つけてパスカットやめて、まあ、フリーキックつけるかみたいな感じなんですよね。うん、だからロームが来た時にサイドアタックではこれだけプレースキックがあるからフリーキッカーとして超優秀ですよってお話しさせていただいたんですが、チラバートの方が優秀でした。はい、ローム見ていきましょうか。ロームはドイツかな。ロームを見ていきましょう。チラバートのプレースキック3500ですからね。さあ、じゃあローム の、 私これローム9200まで総合値あるロームですが、プレースキック見てください、3000なんですよ。え、チラバートの方が高くないって話なんですよ。チラバートの方が高いんですよ。チラバート強くないですか。まあ、ただ一つ残念なのが両方ポゼッションっていうね、両立ができないというか、まあ、ロームが例えばこれで中央突破だったら、まあ、中央突破はまあちょっとゴールキーパーブッフォンで、まあフリーキックロームみたいにできたんですけど、まあ、両方ポゼッションなんでね、まあ、ちょっと得意戦術かぶっちゃってとこもあるんですけど、ロームコントロールフリーキックつけてまして、でさらにですね、まあ、能力アッププレースキック A、B 同じですよね、チラバートと。で、まあ、殿下の報道とかも一応つけてはいるんですが、まあ、ただそれを差し引いても、プレースキック3200と、まあ、3500と。いやいやいや、チラバートでしょ、チラバートでしょ。ちなみにこの星4進化のゴールキーパートラップ5000、私のヤロンが、結構マックス強化で8000ぐらいまでいってんのかな。でもそれでもですね、チラバートには遠く及ばないんですよね。はい、なんでやっぱりもちろんね、ブッフォンいたりだとか、まあ例えば誰だろう、まあいい選手がいるんだったら、もう全然その選手を使えばいいかなとは個人的には思うんですけど、はい、まあ、ドンナルンマとかね。ただ私のヤロンが8122ですね、7500からなんで約600伸びてるわけですよ。うん、600、鉄壁要塞2つと、まあ、セービング SSSB もゴリゴリでつけて600伸びてるわけで、じゃあチラバート8700まで伸びるわけですよね。しかもゴールキーパーってなんかセーブばっかりなので、な、絶対2個セーブつきますし、完投したらもう1個セーブついちゃうので、何スキルつけるって感じなんですよね。でもとりあえずロングパス2個でしょみたいな感じで2個つけてるんですけど、要するにフリーキックスキルをつける枠が全然あるんですよ、他のポジションと違って。で、この総合値、いやいやいや強いでしょっていう、
やこれ強いでしょチェラバート、はい、ただパラグアイなんで手に入れるのはすごく大変かなと個人的には思うんですけど、いや強いですよねチェラバート、はい、なんで本当にねあの無課金の方はぜひここ取りに行っていただきたい。パラグアイで例えばもうじゃあなんだろうインターナショナルカップとりあえず3回初めの3回無駄にするとしてもですね、まあ、進化秘密練習使ったりですとか、まあ、そういうことをゴリゴリやってですねチラバート取りに行っていただきたい。本当にこれは強いです。はい、で例えばドンナルンマいますよとかブッフォンいますよっていう方いらっしゃると思うんですけど、ま、ワンチャンどうせゴールキーパーってスタミナダウンスキル食らっちゃうんでもう途中から出してもいいんじゃないかなとか思うんですよね。はい、例えばブッフォンだったら PK ストッパーついてるので、まあ、延長戦の後の PK 戦ですねはじゃあブッフォンで行こうだとか、例えばドンナルンマでしたらスーパーサブがついてるんですよね。なんで例えばじゃあシラバート途中まで出させてフリーキックとかを蹴らせておいて途中からドンナルンマ入れるとかね、うん、っていう方法でも全然ありですし、いや本当にねシラバート優秀なんですよ。もうこの優秀さを今回皆様にお伝えしたくて動画にしたんですけど、なんでねぜひぜひ騙されたと思ってね無課金の方はチラバート取りに行ってみてください。ロームよりもやっぱり高いってのもう3500ですからねプレスキックなかなかない数値、これでフリーキックスキルつけたらかなり入れやすいと思いますしでさらにチラバートのいいところが、セーブスキルがもう2個もともとついてパラガイの要塞までつくので新しくセーブスキルつける必要ないんですよね。しかもこの1個目からもう S なんですよチラバートって、ヤロンここ A なんですよね。でもう1個フリーキックスキル、まあ1個多分ロングパスでもいいですしって考えたら本当に汎用性もあるということでですね、チラバートめちゃくちゃいいゴールキーパーでございますのでぜひぜひね取りに行ってください。私ですら欲しい、ブッフォン貫突した私ですら欲しいし、ワンチャンブッフォン貫突しなければよかったんじゃねとすら思い始めるほどの優秀な選手でございますってことで、ちょっとね私だいぶ盛り上がってしまったんですが、ぜひぜひね本当に騙されたと思って取りに行きましょうってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っておりますトークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております豆腐でした。バイバイ。